I used to get sad, let you get under my skin. But I guess I kinda grew out of dancing around it. Closed my door so you can't get in. Doing better than I've ever been. I'm putting on my makeup, taking another shot of all the good stuff. Shining when I wake up.皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、前のアベマの撮影の時のメイクがめちゃくちゃ大好評で、インスタとかでもすっごい皆さんに褒めてもらえたんですよ。リア友とかからもすごい好評が良かった。でこのメイク動画を見たいというリクエストも実際いただいていたんですけれども、今日は再現してメイク動画を撮ってみました。このメイクマジで漏れます。本当に漏れます。もともと撮影用だったのでちょっと濃いめではあるんですけど、やっぱそれがねすごく可愛くて、しかもこれから夏だし濃いメイクもねいいかなと思って今回動画にしてみたので、よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。カラコンはこのカラコンを使っていきます。まずは日焼け止めを塗っていきます。このドクター G の日焼け止めはトーンアップをしてくれるので、これでもうね下地完成してもいいんですけど、まあ、今回撮影用だったのでここからまたさらにファンデーションとかいろいろねしていきます。ファンデーションはこの NARS のファンデーション使っていくんですけど、このファンデーション本当に大好きで、もう軽いつき心地なんですよ。とりあえずとにかく軽くって、でカバー力もしっかりとありながらもツヤ感をすごく綺麗に出してくれるファンデーションになってます。仕上がりもそんなにこう厚塗り感が出ないので、結構ナチュラルな感じでカバーができて素肌感もあってとってもおすすめです。コンシーラーも NARS のものを使っていきます。もうずっとねこのコンシーラー使ってるんですけど、本当にまあヨレも気になりにくいし、しっかりカバーもしてくれて使い心地もとてもいいので、これもおすすめです。そしたらまた NARS のパウダーをはたいていきます。結構ベースメイクは NARS を使うことが多くて、自然に肌を綺麗に見せてくれるので、私のすごく好みなベースメイクができます。でこちら、今回メインといっても過言ではないアイシャドウなんですけれども、このソポのアイシャドウを使っていきます。これファミマコスメなんですけど、このねアイシャドウめっちゃ可愛くて、発色もとってもいいし、カラバリもね本当に天才的なんですよ。どれも使える色ですごく可愛くておすすめなんですけど、この2つのカラーをメインに使っていきながら、結構こう目元に深みを出していくような感じで、割とねアイシャドウは濃いめに塗っていきます。ここがポイントです。そしたらマイロインク、あのキリマルちゃんのプロデュースしているコスメのこのアイシャドウを使っていくんですけど、まず明るいカラーを涙袋にのせてちょっとこうムラをね飛ばしていきます。この濃いめのブラウンカラーを使っていくんですが、このねカラーがすごく絶妙で可愛くて、私は結構締め色として使うのが好きなんですけど、上まぶたの目尻に入れたりだとか、こういうちょっと斜めカットの筆に取ってあげてこの目尻に入れていくんですけど、ここがちょっとポイントで、私結構釣り目な感じなので、目頭のラインと目尻のラインもちょっと揃えたいので、目尻の方は若干太めに塗っていく感じかな。ちょっと三角形みたいになるような感じで塗っていきます。またソポのアイシャドウに戻って、この明るいラメの入ったカラーを涙袋にのせていきます。で続いてこの筆、ちょっと平筆な感じなんですけど、これを取って一番最初にのせたカラーですね、このカラーを取って、これで涙袋の影を描いていきます。やっぱ涙袋がねあるだけで結構目が大きく見えるので、最近結構また涙袋を描くようになりましたね。やっぱ漏れる。そしたら続いてアイラインを引いていきます。アイライン私ねペンシルタイプがすごい好き で今回ちょっと濃いメイクになっているので、アイラインもね結構太めなんですよ。そうなので、このペンシルのアイライナーを使って、ほんとがっつり引いていきます。で、アイラインの形は自分の目に沿った感じで引いていきながらも、若干、本当に若干跳ね上げるようなイメージで描いていきます。ミハフターはこんな感じです。で、そしたら目頭にこうやってね、線を引いていくんですけど、これをすることでより目力が出るので、目力が出るので、アイラインはこんな感じです。そしたらこのマックのマスカラ下地を使っていきます。私まつげはバッサバサが好きなので、マスカラ下地を塗ることでボリューム感が出たりとか、持ちも良くなったりとかすると思うんですけど、あとは長さかなを出すために塗っていきます。これはね上下ともしっかりと塗っていきます。
マスカラも MAC のものを使っていくんですけど、このスタックマイクロマスカラ新作のやつなんですけど、これめちゃくちゃボリューム出て超可愛いです。色味もブラックで結構濃いめなので、割と目力もしっかりと出るタイプのマスカラですね。このマスカラを下まつげに使ってもいいんですけど、私はちょっとあえて違うマスカラを使っていきます。こっちの方がね塗りやすいんですよね。ここもポイントがあって、さっき目尻にねアイシャドウ入れたと思うんですけど、目尻キワキワまで塗っちゃうと元の目尻のラインっていうのがバレてしまうので、本当に目尻の方は私は今回は塗っていないです、マスカラを。こっちの方がね割と目が大きく見えるので、この方法もとてもおすすめでございます。ビフォーアフターこんな感じです。そしたら眉毛を描いていきます。このキャンメイクのねアイブロウパウダー、ちょっと生産終了になってしまっていたんですが、これ斜めカットの筆に取りまして、これを目尻から順番に描いていきます。最近はねパウダーだけで眉毛を描くようになりました。眉毛サロンに行って、やっぱパウダーで描いた方がふんわりするしおすすめですって言われたから、眉毛をねパウダーで描くようになりましたね。より柔らかい印象が出て、そんなにこう眉毛の印象を強くしたくないよっていう方にはやっぱおすすめです。で、ここがポイントなんですけど、さっきのアイシャドウに戻りまして、このピンクのカラーを重ねていきます。アイシャドウが今回ピンク系を使っているので、統一感を出すために、眉毛を描いた上からさらにふんわりとのせていきました。で、この後に眉マスカラをしていきます。やっぱ眉マスカラは、今描いたパウダーのカラーとなじませる方が私的には好みなので、眉マスカラするだけで結構垢抜けたりとかする時もあるので、私は結構必須で眉マスカラしてますかね。なんかダジャレみたいになったはい、そしたらシェーディングをしていきます。シェーディングはねおなじみこのキャンメイクのシェーディングパウダーを使っていきます。もうめっちゃ底見えなんですけど、本当にこのシェーディングパウダーは使いやすいのと、やっぱりプチプラっていうのもあってね、結構リピ買いしちゃいますね。これ多分 2,3 個目だと思います。このシェーディングノーズシャドウとこのフェイスラインのところと、あとはおでこのところもね、私今前髪がないのでちょっとカバーしていきながら、生え際のところですね、塗っていきます。てか私めっちゃ鼻声ですよね、すいません。ちょっと鼻詰まりがすごくて聞き取りづらかったら申し訳ないです。チークはこのねソーナチュラルっていうめちゃくちゃ馴染みやすいベージュカラーを使っていきました。今回アイシャドウがやっぱり濃いめに作ってあるので、チークも色の濃いものを入れちゃうと喧嘩しちゃうかなと思って、ナチュラルなものを今回選んでおります。でこのハイライトなんですけど、このハイライトマジでおすすめなので、ぜひ皆さん見てみてください。もうこのつけた瞬間の輝きわかります？ほんとすごいんですよこれ。粒子はとにかく細かいので、こう自然な感じというか発光するような感じでねツヤンと見せてくれます。このハイライトめっちゃお気に入りです。 Amazon とかねアイハーブで買えます。そして最後リップなんですけど、やっぱリップはねもうこれに限る愛用率ナンバーワンです。このリップこの色が70番なんですけど、いつも私使ってるの必ずね聞かれます。このリップどこのですか、何色ですかって聞かれるリップなんですけど、これはマジ落ちにくいのと色味が絶妙すぎて大好きで、めちゃくちゃ使っております。でリップ塗るときなんですけど、私ちょっと口角がね下がってるんですよ、元の唇の形が。なのでこのあえてリップをちょっとオーバーに塗ってあげて、口角を描いてあげることで、まあ、詐欺ができるかなっていうので、最近割とこのリップの入れ方をしております。ということでこんな感じでメイク完成です。はい、ということでこんな感じでメイク完成いたしました。いかがでしょう、めっちゃ漏れてませんか自分にハマってるからっていうのもあると思うんですけど、すごく盛れるメイクだなって思っております。やっぱこのアイシャドウのこの深みがあることで、なんていうんでしょう、すごい盛れるんですよね。私の目がちょっと出目で若干ギョロッとしたような感じに見えるので、そこに深みのあるアイシャドウ入れてあげることで深さが出るかなみたいな、彫りっぽく見えるかなっていうので、コメントとかでもシュナタンは濃いアイシャドウの方が似合うとかっていうコメントもいただくぐらい、私的にはアイシャドウを濃くするとちょっと盛れる傾向にあるかなと思います。あとは全体的な色味を統一させてあげることが大事かなと思うので、今回こうアイシャドウをね眉毛にちょっと使っていたりとか、リップの色ともこのアイシャドウの色がマッチしてると思います。それぞれのカラーがちょっとバラバラになっちゃうと統一感がなくってバラバラに見えちゃうかなっていうのがあるので、色味がガシッとはまるものがあればメイクの仕上がりも綺麗に見えるかなと思います。あとはやっぱこのハイライトですね。このハイライトが本当えげつないんですよえげつないぐらいの輝き方をしてくれるので、この前ねこれ
ラボをさせていただいた塩根ちゃんがすごい推してるハイライトで、私もね塩根買いをさせていただきまして、そう、このハイライトマジでおすすめです。私が使っているのはルースタイプなのでちょっと扱いが難しいかもしれないんですけど、プレストタイプもあるのでぜひ気になった方は見てみてください。はい、ということで今回はこんな感じで盛れる褒められメイクをやってみました。あまりにも好評だったのでこのメイクはちょっと動画にしないとと思って今回撮ってみました。参考になったら嬉しいなと思います。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。列ごとやそうなっちゃった。ではバイバーイ。